皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？いよいよ北京オリンピックが開幕されました。皆さんはどの競技に注目していらっしゃるんでしょう？オリンピックを見るときに、その選手がヒノキ舞台に立つまでの苦労や背後のストーリーを知ると、応援にも気持ちが入りますよね。人類初の4回転半アクセルジャンプを成功できるかどうかと注目を集めているフィギュアスケートの羽生結弦選手は、今まで多くの怪我を乗り越えてきたことでも知られています。前回2大会連続金メダルを獲得したピョンチャンオリンピックでは、右足首の靭帯を損傷して、オリンピック前の3ヶ月間全くジャンプの練習ができないままオリンピックを迎えたそうです。ジャンプでは着地の際に足首にかかる負荷が選手の体重の5倍から8倍と言われています。つまり1回飛ぶたびに300キロ以上の負荷が右足首に集中してかかっているということなんです。だから足首の怪我というのは、フィギュアスケートの多くの選手が年齢とともに体験する宿命のようなものだとも言われています。夢の舞台オリンピックの本番が刻一刻と迫る中、治っていない足首のまま羽生選手がようやく3ヶ月ぶりにジャンプの練習をすることができたのは、本番のわずか4日前、すでに現地入りしてからのことだったそうです。勝つことができれば66年ぶりの快挙と、日本中の期待がその肩にのしかかる中、周りにはベストな状態で試合に臨む選手もたくさんいました。自分はたった1回のジャンプのミスで古傷を悪化させて、3ヶ月間練習ができない状態で本番を迎えなくてはいけない。追い詰められていくギリギリの攻防で、それを見て応援している私の方があまりの重圧に逃げ出したい気持ちになりました。僕はまだ怪我が治ってません。だからオリンピックは辞退します。そんな風に言えたらどんなに楽だったでしょう。でも、もしこの時羽生選手が自分の不安な気持ちをコントロールできなかったら、2大会連続金メダルという快挙を私たちが見ることはできなかったんです。私たちは不安に襲われた時や、物事がうまくいかない時、ああもうダメだ、ああ自分の人生は終わったと考えてしまうことってありますよね。場合によっては、まだ何も起こっていない先から、ああもしこうなったらどうしよう、あのことが起こったら終わりだと不安を先取りしてしまうこともあるんです。そしていざその不安が現実になると、やっぱりなとか、自分の人生っていつもこうだ、こんな結論を出して妙に安心したりすることもあるんです。どうでしょう。でも、同じ場面に出会ってしまったとしても、自分の不安をコントロールしてなんとかなると考えることができれば、その後連鎖的に起こる悪いことを防げるということは多いんです。物事がうまくいかないとき、思い通りにならないときは誰だってがっかりします。でも、そんなとき、もうダメ、終わったと考えてしまうか、まだ大丈夫と考えるかが大きな人生の違いを作っていくんです。もうダメと考えてしまうのは習慣のなせる技です。習慣というのは変えることのできるものです。でも、どうやったら
マイナスについ考えてしまう習慣を変えることができるんでしょう。自分の不安感をなかなかコントロールできないときは、紙を1枚用意してください。そしてそこに何に対して自分が不安に感じているのかを書いてほしいんです。そしてもしそのことが現実に起こったら、その後どうなるのかを紙に書いてください。そしてそれが現実になった時、その次にはまたどうなるのかと考えて、そのことを紙に書き出します。そんな風に順々にこれが起こったらこうなる、そしてきっとこうなると考えられる不安を書き出していくんです。最後まで行くと、多くの場合はあまり現実的ではないことを自分が心配しすぎてたなぁということがはっきりします。またこの質問を繰り返すことで、漠然としていた不安がはっきりして現実的なことに絞られていくということもよくあります。そうできたら解決のための具体的な対策を立てられるので、不安を解消することができるんです。不安というのは、そこから目を背けて逃げようとすればするほど、どんどん頭の中で、心の中で膨らんで、手に負えなくなってしまうという傾向があります。でも、向き合うことで自分が本当に恐れているものが何なのかがはっきりしてくると、不安をコントロールできるようになるんです。さあ、今日の話、皆さんはどう思いましたか？悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫。あなたにもできます。では、また。